メルヒオール・フランクは後期ルネサンスから初期はロックへの過渡期に活躍したドイツの作曲家。極めて多作なプロテスタント教会音楽の作曲家。とりわけモテットが多い。ベネツィア学派の作曲様式の革新をアルプスを超えてドイツへと北上させた。当時の作曲家にはよくあるように老いたちに関する詳細ははっきりしない。ツィッターウに生まれ、おそらく同地で、 クリストフ・デマンティウスに指示した後、アウクスブルクでアダム・グンペルズハイマーに学ぶ。1601年までにニュルンベルクで音楽教師として過ごした。この時、ハンスレオ・ハスラーに出会い、ベネツィア学派の複合症様式と、正規ルネサンスのポリフォニー様式の両面にわたって、訓導を受け、その双方を自らの作曲活動で採用するに至る。1602年に、 コーブルク公、ヨハンカジミールの宮廷学長に任命され、中世にわたってコーブルクに留まる。コーブルク時代の始まりは、フランクにとってこの地位が理想的に思われた。被護者に指示され、創作活動を続ける上で必要な資金にも恵まれたのである。だが不幸にも、30年戦争によってコーブルク周辺は荒廃し、軍人による略奪に加えて、 軍隊の地ス感染のために、ホーブルク全域は人口が減少し、経済は壊滅状態に陥った。幸運にもフランクは、この恐ろしい時期にも学長職を死したハレノザムエルシャイトとは、対照的に音楽家として生計を立てることができた。それでも不幸なことに、妻と子供のうちの二人とを失っている。メルヒオール・フランクは人気のある作曲家で、 膨大な数の作品を残しており、曲集にして40点のモテット集がある。それに加えて、世俗曲も作曲しており、クオドリベット、ビチニアとトリチニア、仏曲、様々な曲集などがある。メルヒオール・フランクのモテットは、様式が多彩である。多くは、プロテスタント教会音楽に、特有のモテットの編集すなわちコラールモテットであり、ドイツ語のテクストに作曲されている。 ほとんどすべての曲は、ラスス流ュの高期ルネサンス音楽の音楽語法が使われ、慎重に操作される不協和音や、よどみなく流れるポリフォニーを特徴とする。いくつかの作品は単純で、ホモフォニーを基調とし、テクストへの曲付けに際して恐ろしく忠実な配慮がなされている。それ以外の作品は、ベネツィア学派の実践に関連した複合商用式で作曲されているが、 合唱同士の空間上の距離がないという点は、ベネツィア学派との重要な相違である。しかしなどくら最も異例なのは、コントラプンクトゥス・コントラプンクタイと呼ばれる1602年の曲集であり、いずれの収録曲も最も初期の風画に他ならない。これらは幻覚対法による作品で、新聖応答を含み、随所で模倣学はストレッタを利用している。たとえモテットのほとんどが、 明快に、ルネサンス音楽の多性的なイデオムを用いているにせよ、メルヒオール・フランクはしばしば通奏低音や、気楽と声楽による旋律のユニゾンも利用している。より著名で進歩的な、同世代のハインリッシュッツに比べると、保守的な作風ではあったが、しかしその作品は、人気が高く、存命中はしばしば出版された。ありがとうございます。